はい、ということで今回はトレーダーカントさんに来ていただきました。カントさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ緊張してます。カントさん、胴体しか映ってないですけど大丈夫ですか？そうですね、僕胴体の方が分析調子いいって言われてるんで、胴体の方が胴調体子で参いい。加させてもらいます。よろしくお願いわしかまりましす。た。よろしくお願いします。今日はカントさん来ていただいたので、一応直近ちょっとビットコイン暴落というか急落したじゃないですか。そうですね。そうですよね。撮ってるのが今、2023年の3月の4日土曜日、18時頃なんですけど、今後ビットコインどうなるかっていうのをちょっと一緒に分析したいのと、あとは注目してるプロジェクトゼノ、直近トークンの GXE が結構強い動きしてるなっていうところで、今日はそうです急ね。落したビットコインと、その GXE、両方ちょっと一緒に分析できればなと思っていはますい、のぜひで、ぜひよろはしくおい、願いいたよろししくお願まいす。します。ちょっと神田さん、いつものチャットと違うんでやりにくいかもしれませんあ、が、いえいえ。じゃあ、こちら、ビットコビッイトンコインですドルね。建てチャート、冷やし、これ、コインベースのデータ、チャートを映してます。ここ結構多分割れてます。割れてるというか意見が意ま見だ割れてます上よね。昇っていう派閥の人と、これは一旦2万ドル割れるんじゃないかっていう、ここは意見分かれますよね。そうですよね。これは昨日ですね、3月3日に5%ぐらいですかね。で、言ってもそこまで大きく下落でもないでそすうもんね。ですね。ここと大体同じぐらいじゃないですか。2月の9日の急落、幅としては。そうですね。初動がちょっと高くなってる感じでそうすよですね。ね。で、生産データとか見ていくと、今回の方が結構ロングのロスカットが大きかったんですよ。ああ、そういうことですね。なので、この辺は爆上がりしたから、一旦下がるだろうみたいなちょっと予想してたけど、ここは結構イケイケだった可能性があるなとか思ったりして、ああ、そういうことですね。それにしてもそこまでの下落幅ではないですけどね。ちょっと週末、金曜日に落ちたんで、土曜日、今、ボラがあそうまでりすなね、いなのいっすもんで、ね。ちょっとどっちに動いてもちょっと怖いっていう感じですよね。大きな、怖いなんでか、すね。下は特に怖いなっていう気が。トレーダー目線としては、僕としては、これ本当に、意見割れてるというか、もうこれどっちに動くかなんて、どうやっても右側なかなか予想わはしかづんらないですいんね。で ただなでるもほやっど、ぱなるすほど。ぐすぐに V 字で巻き返すようなイメージあんまりできないですよね。と思うんですよね。じゃあ、ここからちょっと右側の話しましょうか。もう完全に予想の話で。そうですね。もうやっぱトレーダー目線で話してしまいますね、僕らだと。そうですね。ただ、視聴者さんはおそらくこの右側をどうなるか知りたいっていうそうで方がすいるね。と思うんで、もうこれは分かんないところをあえて上か下かを言ってみましょうか。言っちゃっていいですか？ちょっと待ってください。僕もちょっと考えないといけない、これ。炎上するやつじゃないですか、これ。炎上しないですか？大丈夫ですかね？いやー、諸刃の剣な感じはしそうまですすね。ね。でも一つ僕が考えてるのは、普通に上昇トレンドって考えた時に、直近安値を割らなければトレンドじゃないですか。そうですね。ダウ理論的には、そこっていう割れことでない。すよね。割れないうちは買っていっていいというか、強気でいいっていう認識ではそうで僕すもよいます。ね。だから短期的にちょっとこうバーって盛り返していって、2万5000抜けるとかっていうのはちょっとイメージしづらいんですけど、ただ僕もこそうの思います辺ね。ですよね。ただこの辺ちゃんと底堅く守れば、普通のこういう上昇トレンド、ちょっと3月4月とかになるか分かんないですけど、そういう目線でまだ全然強気かなと僕は思ってるんですけど、カントさんもいや僕こんもな感そじでのすか？通りで、おっしゃった通り、その直近でつけてるここですよ理ね。論的な、そこを割れて下落するのか守るのか、そこに多分スイングベースとかであれば、とか現物を投資されてる方であれば、そこにもう意識を持っていくでいいのかなっていう感じですよね。確かに。もうそこが一番重要ですもんね。っていうことは、僕もカントさんもとりあえず上っていうことでいいんですかね。右側そうにです関しね。てやっは。ぱダウ理論に忠実に、冷やしレベルで見たときには、まだ上っていう判断でいいよねっていう認識 でそうすでかすね。ね。条件付きで、ここを割らなければっていう話そうですで。ね。で、多分そういう目線の人非常に多いと思うんですよね。こっから上げてるしっていうところもあるんで。そこに注目しようっていう人は多いと思いますね。そうですよね。だからこそ割られたら結構まずい雰囲気になるなっていう雰囲気ってことですもんね。そうですね。なるほど。ここを守るまでは、強気でしょうということで、このあたりのアップデートに関しては、神田さんと僕の日々のチャンネルで追っていきたいと思うんですそうですね。思っそてこい、で意見はい。割れちゃうかもしれないですけど。そうですね。それはいろいろ時間の軸とかのね、目線もありますし。なんで、ぜひ、カントさんの動画も見に行っていただければと思います。いえいえいえ。じお願いしゃあ、その、
仮想通貨市場全面的に下落したんですけど、なぜか知らないけどこの GXE あんまりダメージ受けてないんですよね。そうですね、あの全然他のアルトも釣られて下がってる中、高値を明らかに維持してるっていうところは、ね、やっぱりゲームのローンチが近かったりとか、そういった期待が多分あるんだろうなってすごい思って見てましたね、うん、これだから逆に言うとプロジェクトゼロのマーケティングが今やっぱ日本が一番強いと思うんですよね。ってことは、ね、ホルダーはほとんど日本人の可能性が高いと思うんですよ。はい、ってことはもう日本人が支えてるみたいな、うんうんうん、そういう雰囲気ですよね。で海外がこれ今後入ってくるのであれば、基本的にやっぱり買いで、はい、現物の買いで入ってくるはずなの で、ね、今支えておければ上への燃料というか、今後のその世界的にマーケティングをしていくっていうのはすごく上昇にはプラスに働くはずっていう考えるのがやっぱり合理的ですよね。でまあおそらく GXE に関してはそれほどテクニカルで動いてる感じは僕はしないんですけど、うんうんうん、僕もそう思います。ですよね。まああえてテクニカル分析をするとするならば、直近まあ上げてここで抵抗されて戻して上げてで耐えてみたいな雰囲気ですもんね、うんうんうん、ここのその抵抗ラインがだいたいまあこの帯で映してるんですけど、これ MXC のチャートで日足なんですけど 0.08 から 0.09 ぐらいでこの青いところがあって、うんうんうん、ここの目線はカント様一緒ですか？そうですね、はい、同じようなラインで、うん、今のその上の帯と下の帯のレンジを見ていくっていうところかなと思うんですけど、やっぱりビットコインよりも上に抜けてくれそうな期待の持てる、ね、チャートだなっていう感じですよね。まあ当然ですけどね、やっぱこの下がり幅がやっぱり違いますもんね、うんうん、全然他のはほとんど同じぐらいの下落率でしたもんね。ですよね。イーサもまあまあ下がってるし、まあ XRP がちょっとね急反発したんで、これもまあなんかホルダーの種類がやっぱ違うじゃないですか、うんうん、XRP と、うんうん、そうですね、ちょっといろいろと、はい、そういう色が出てるなとは思うんですけど、これただ、まあ、どこで買うかって非常に難しくないですか、ここまで上がってたら。そうなんですよね。なんで今、はい、僕もモーシュさんとも同じ意見だと思うんですけど、強いっていうのはやっぱり分かると。ただやっぱりゲームのローンチがきっかけでというか、要はもうローンチを織り込んで買われていて、ローンチきっかけでその事実売りじゃないですけど発表で落ちるっていうのは、過去のプロジェクトを見てもやっぱりそういったプロジェクトもあったの で、ねうん、強いから、じゃあ今すぐ買った方がいいですよっていうのはやっぱり違うかなっていうところですよね。そうですね、そこは結構冷静に考えないといけないですもんね。分けて考えるというか、そうですね、歴史がやっぱない分分析が非常に難しいと難しいんですけど、うんうんうん、やっぱりファンダというか、そうですね、そういったところの要素の方がやっぱり GXE に関しては重要なのかなっていうところですね、うん、今後のその新しいアンバサダーが発表されたりとか。そうですね、世界的にこうマーケティングを、まあ、まあパッキャオさんも入ったことである程度もうすでに世界には認知 しだしているとは思うんですけど、もっと今後ねより強烈にこう世界に認知されだして、じゃあゲームをやろうかってなった時に、これチャート明らかに違うぞっていうビットコインと、そこは結構で安いじゃないですか、 0.07 ドルなんで、仮想通貨でやっぱり安いものが買われるって絶対あるじゃないですか。そうですね、過去なんかあの、はい、ですよね、もうそういったのはよく見てましたね。もちろんその投資家としたら、あの1枚の価格がいくらだろうが別に関係ないっちゃ関係なくて、はい、でビットコイン1枚買えないって言ってるのと同じ話なんで、まあ、うんうんうん、冷静に考えると違うんですけど、ただあの仮想通貨ってそういう雰囲気って絶対ありますもんね。安いやつをあさって買うみたいな、ね、値上がりした時の高揚感みたいなのは、安い通貨をいっぱい仕込んで値上がりする方がやっぱり得られるのかなっていうところですね、うん、ですよね、まあ、過去やっぱりそう柴犬とかね、犬系コイン、ミームコイン含めてやっぱりそういう事例があるからだと思うんですけど、まあそういった中でじゃあどこで買いましょうかっていう話で、そうです、で短期であればやっぱりその、はい、帯で見たところの 0.06 とか、うん、この下のところですよね、その辺まで待たないと検討は僕はしないかなと。でしかもその 0.06 も確実に守るっていう認識よりは、はい、その割れる想定もしておいてさらに下で買える、ね、やっぱり余剰資金を持っておくっていうのが、うん、まあ、僕は重要かなとは思いますね。なんかここってそこまで強いラインじゃないじゃないですか、うんうんうん、あのこの辺のチャート含めて見ても一回ここで押してるだけなんで、ここ下がってきてまずはここは意識されるっていうのは
まあ、多分あると思うんですけど、さっき神田さん言われたように、やっぱ割れる想定も知っておく必要は絶対あります。投資家目線としてはですね。はい。ここは一応ゼノの発信を僕お願いされている身分ですけど、ここは正直に言わないとやっぱりいけないかなと思います、ね。まあ、そうですね。で、一番理想なのはここから下がってくれて、ここちゃんと守って、こう言ってくれたらまあ理想ですよね。そうですね。守ってくれると、ね、で、うんゼノの場合マーケティングがすごく強いの です、ね、突発的なそのニュースというか、はい、アンバサダーの発表とかがもしあった時に、うん、パッキャオの告知があった時みたいな値動き、はいはい、これこの辺ですよね。そうですね。それが起こってもおかしくないっていうところも考えておかないといけないですね、うん、その下じゃないと下まで落ちてこないと買えない。そうですね。だからでは言うけれども、うん、パッキャオの前例もあるよっていう。僕今これイメージするとしたら、はい、やっぱりここ抵抗されてるんで一旦サポート側まで落ちてきて、さっきの はい、このパターンか、はい、もしくはさっきのその抜けるっていうことを想定したら抜けてこうでこうみたいな。あそうですね。どっちかか、うん、かなと思うんですけどね。直近の日足の下髭とか4連続ってね、はい、出てるのとかもなんか短期的にすごくサポートされやすいのかなっていう。確かに確かに。だからもうすでに落ちてきたところを買いたいっていうのはかなり意識としてそうですね。その辺これとかすごいですもんね。そうですね。そうですね、うん、なんかいっぱい買いたい人が 0.07 付近ではい、待ってるのかなっていうようなそうですねイメージはありますよね。一番ダメなパターンとしては今全力で買うことっていうのはなんか違う気がしてて、はい、僕はそうですね。ですよね。だから、はい、僕だったらこの抜ける可能性もある押す可能性もあるんだったらちょっとだけ入っておいてそう、ね、とりあえずここからぶち抜いた時にうわ買っとけばよかったっていう心理をちょっとでも下げるためにちょっと買っといて、うんうんうん、で下げてきたらよしよし一番入りたかったところだみたいな。そうですね。それが一番、ねメンタルもブレずにやっぱり投資をする重要な点かなっていう気がしますね、はいうん、もちろん長期的には上がるだろうと僕は思ってるし、うんうん、テクニカル的にもねカンツさん言われた通り非常に強いかなと思うんですけど、どこで買うかっていうのはまあ非常に難しいところではありますね。そうですね。なので、うん、やっぱりすごくいいプロジェクトだしと思ってるし、はい、その期待をしていますけど、うん、トークンの投資とかトレードってなるとやっぱり切り分けてやっぱり考えていく必要がある、はいっていうところですよね。そうですね。この前プロジェクトゼノの代表の方とお話をさせていただいたんですけど、はい、トーケノミクスのところとか、まあ、そのトークンのエコノミーのところがものすごい考えられてて、ちょっと細かい話していくと長くなるんですけど、この GXE に関してはトークン価格を上昇を抑えるような仕組みっていうのは全く入ってなくて、はい、GXE はどれだけ上がってくれてもいいみたいな、そういうなんか仕組みを言われてたんで。あそうなんですね。はい、大体なんかゲームのトークンめちゃくちゃ上がってしまったらちょっと参入しづらいみたいな雰囲気って、はいね、どうしてもあると思うんですけど、 GXE がどれだけ上がってもゲームの参入障壁にはならないような仕組みを構築してるっていうことを言われてたんで、そこは結構楽しみだなと思いますね。ということで、まあ、ここまで GXE とビットコインの分析、してきたんですけど、GXE に関しては、どこで買うか、下がったら買いたいよねとか、上がって戻してきたら買いたいよねとか、はい、いろいろ言ってきたんですが、はい、まあ、とはいえ、やっぱり何が起こるか分からないっていう中 で、で、しかもこういうね、下がって買うとかって、結局ここでショート取ってるのともうほぼ同じじゃないですか。そうですね。ね、だから、非常に難しいっていうところがあるんで、はい、やっぱりその、長期的に応援するかどうかとか、その買う目的なんかそういうのは非常に大事ですよね。プロジェクトずっと応援するんだったらずっと保有だしとかいう、うんうんうん、そういう根拠を明確にするのは大事かなと思うんですけど、勝さんはどう思いますか？そうですね、もう本当におっしゃる通りだと思います。僕もトレードをやっぱり長くやっているので、やっぱりトレードをあまり経験したことない人が売ったり買ったりを繰り返すっていうのは、うんはい、基本的にやっぱり資金を減らしてしまう傾向が高い。だいたいそこで負けますもんね。そうですよね、うん、なのでやっぱり、まあ、長期的にこのゼノっていうゲームが広く認知されていって面白いゲームっていうところで盛り上がっていく、そうなってくると GXE はそれに比例して上がっていくはずなので、まあ、プロジェクト、ね、このゲームを応援するっていう気持ちで長期的に保有する、それぐらいのメンタルで保有する買う投資するっていうのが、まあ、いいのかなというふうには思うので、だからまあ長期的に投資するんであればさすがになんか僕ここは守るんじゃないかなと思ったりするんで、そうですね、そこはやっぱりよほどのことがない限り、はい、
ですよね。割れるようなラインではないと僕は思います、はいはい、なんでそういった意味でいくと注目されるラインってこの辺とこの辺とこの辺じゃないですか、大体大きく分けて。そうですね、だから僕だったらもう、はい、そうですね、その辺を見ます ね、だからこの辺でまあ下がるのを待ちながら買うのか、もしくはもう長期投資割り切ってドルコスト平均法でそうですねちょこちょこ買っていくとかね、うんうんうん、それが一番やっぱり長期で応援するんだったらいい買い方かなと思いますよね。そうですね、相当トレードに自信がない限りは、うんはい、そういったやっぱり方向性目的で買うっていうのがいいかなと思います、はいうんうん、そうですね。じゃあ菅さん今日すいませんお時間が、忙しい中いただきまして、こんな感じ良かったですか？すごい緊張したんで。いや全然良かったと思いますし、僕はすごい楽に話せましたね。いえいえいえ、ちょっとやっぱり盲信さんのチャンネルに出るっていうのは僕の中ではすごく光栄なことなので。いやいやいや、またぜひ一緒に分析しましょう。なんか一緒に分析すると結構面白いですね。しかもこう無理やり右側を予想しに行くっていう。そうですね、はい、普段右側はどうなるかわからないとか、はい、まあ言ってはいますけど。そうですね、まあ、ただ半減期のこともありますもんね、ビットコインとしては。で基本的には 上目線っていう感じですよね、カンタさんも。やっぱり4年サイクルを意識 、はい、しているのであれば、やっぱりもう買い場を見つけに行くような時期だと認識しているので、うんうん、目先の直近の急落とかはノイズとして僕は考えていいんじゃないかなっていうスタンスですね、うんうんうん、なんか僕 その中でもこの半減期のサイクルで次爆上げ2025年みたいなのをはい、こうガンガン言ってるっていうのにちょっと違和感を覚えてて、相場の雰囲気的に。もしかしたらこの爆上げサイクル、半減期のこの4年のサイクルがどっかで崩れるんじゃないかみたいな。半減期はまあもちろん4年に1回ですけど、2025年じゃなくて2024年ぐらいにバブルがもう早めに織り込まれてくるとか、なんかそういう可能性もあったりするのかなと結構ワクワクしてるんで。僕も早まるんじゃないかなっていう気はしてます。要は前回のバブルで売り損ねてしまった経験をしている人たちはやっぱり早めに利益を確定させる傾向がやっぱり出るんじゃないかなというふうに思うので、早めに来て高値更新の幅もそれに伴ってやっぱり限定的というか伸びが悪くなってくるっていうふうな、うん、僕の予想ではあるんですけど、まあ、こればかりは分かんないですよね。分かんないですよね、まあ、分かんないんでその辺ちょっとまあ楽しみながら今後もこんな感じで一緒に分析できればぜひぜひよろしくお願いします、はい、じゃあ今回の動画はここまでにしたいと思います。カントさん今日はありがとうございました。とんでもないです。また呼んでください。またお願いします。はい、ありがとうございます。はい。